時刻は7時35分を回りました。 FM 機能お聞きの皆さん、おはようございます。8月31日、8月ラストのモーニングエット、これから生放送でお届けいたします。宜野湾市旧名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、水曜日担当私黒島ゆりえが生放送でお届けいたします。さあ、今朝ですね、機材が一部ちょっと故障ということで、なんと普段ね、2つ使って CD 流してるんですけれども、なんと1つしか使えないということで、もうわちゃ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 しながら、ちょっと遅れのオープニングでございましたけれども、申し訳ないです。さあ、今日のこの放送は無事に終了できるんでしょうか。もう私は今シワで心配でたまりません。ですが頑張ります。皆さん応援のメッセージお待ちしております。と話は置いといて、8月31日、はい、8月ラストですね。で、今朝、タマと一緒にここ来ながら、ああ、もうじゃあラジオ体操も最後だね、とか、夏休みももう終わりだね、とかっていう話とかをしてたんですけど、皆さんは8月、まあ、夏、何か、こう、やりたいって意気込んで、ね、いろいろと満喫したかと思うのですが、やっぱりね、夏楽しいことがありすぎてね、なかなかできなかったことも多かったのではないかなと。現に私もそうで、私もう2年3、いや、もう海水浴だいぶしてなくって、そうだから海水浴をしたいなって、今年もね、こう今年こそはって意気込んだんですけれども、まあね、今年もね、海見るとかはまあしたんですけど、泳ぐまではちょっと至らなかったことが必要に残念だなと思って。まあ沖縄だからね、9月でも入れんじゃんとかって、まあ行っちゃったらもうそこで終わりなんだけど、まあ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 、ね、でももうやっぱタイミング的に、こう夏っていう時に入れるのはもう今だけなのかなと思うと、ちょっと寂しくなりました。あとはね、スイカ食べてない。スイカ、皆さん食べました？スイカね、スイカも私毎年食べてるんですけどね、今年なぜだか食べてないですね。だからちょっとそれも悲しいなーなんて思っててね。まあでもスイカはね、頑張れば今日買ってから食べるってこともできますからね。はい、なので皆さんもこう今年の夏やりたかったこと何だったかなとか、ああできなかったなとかって思いながら、今日できそうなこととかあったらちょっと頑張ってやってみようとかって思う、そんな回になればいいなと思います。ということで、今日のテーマはこの夏やり残したことです。たくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレス797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからもね、簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートお待ちしております。またサイマル放送もね、始まっております。こちらスマホの場合、アプリ FM テイで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけますので、そちらも要チェックでございます。それでは、今日どんな回になるのでしょうか。ちょっとドキドキなんですけれども、ではここで1曲目お送りしましょう。準備しておかねば、どうする？なんか手伝う？あ、くしゃみに。最近なんか鼻がムズムズするな。なんか変にボタン
タンを押したらさ、あれだなと思って。あー、うん、大丈夫だ。カバンにあるんだけどさ、59秒。お願い、もうやばい。CD でいいよ、天気。お送りした曲は椎名林檎でジュータムでした。時刻は7時42分を回っております。 79.7MHz FM 議論よりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気からお伝えいたしましょう。はい、沖縄本島中南部、本日お天気が晴れ、夕方から曇りとなっております。日中の最高気温は32度です。暑い。でも朝方は少しね、寒い気がするのは私だけでしょうかね。なんか秋の訪れをなんとなく感じます。降水確率が午前6時から12時までは 0%、 そして12時から終日 10% となっております。西の風のち南東の風、波2メートル、うねりを伴います。沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。先島諸島は気圧の谷の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。以上、天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えいたします。沖縄自動車道、今お調べしてみたところ、今のところどこも、規制などはかかってなくスムーズに運行しております。続いて一般道、国道58号線大蛇名から牧港にかけて一部、南向きですね、一部渋滞発生しております。そして同じ南向き58号線、牧港からまたぐすくまも一部渋滞発生しております。そして反対の、58号線北向きもですね、牧港から大蛇名、渋滞発生しております。そして県道34号線こちらが、前原から大蛇名にかけて一部渋滞発生しております。そして330号線まだ作業が続いておりますね。北行き南行きともにこちら車線規制があります。330号線、こちら北行きそして南向きともに車線規制があります。皆さん安全運転でお過ごしください。じゃあ聞いてくださいよ、あのね、秋の訪れをなんとなく感じたっていう話から思い出したんですけど、今朝私ね、足元バタ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 って音が鳴るからさ、何かなと思ってめっちゃびっくりして、でよく見たらトンボがさ、あのトンボの尾の部分だけちょっとね、あの私のパンプスね、ちょっと踏んづけてしまってたみたいで、
バサ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 って私のこのパンプスの足元の方でバタついてるんですよ、トンボが。もう本当にさ、一瞬ほんと息止まるかと思って、もちょっと止まっちゃってたかもしれないんだけど、まだね、ね、ちょっとね、もう放心状態だったんだけどね。でも、ちょっとね、一歩先にね、秋に踏み入れた、そんな気がいたします。今の伝わった？踏み入れたって、これ伝わった？ちょっと。トンボって、ちょっと秋っぽいでしょ？何？滑ったって？いいじゃん、いいじゃん、もうそんなの。ねえ、はい。以上、お天気道路交通情報をお伝えいたしました。それでは、ここで、BGM なんですけど。BGM がね、どこ？今日、いつも通りじゃないからね、すごい、本調子が出せません。ありました。ということで、改めて、じゃあ、ちょっと展開いたしますか。わからないよ、機械操作助けてということで、気を取り直して、はい、この BGM といえば、皆さんのメールを読む、その時間でございます。トップバッター、この方。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーさんからいただきました。ありがとうございます。リリーちゃん、今日のメッセージテーマ、この夏、やり残したこと。そうそうそう。それは、黒島ゆりえちゃんとアバンチュールな恋と真剣な愛なんてのは冗談で、夢の中の夢物語にしてください。今年も、ないかな。こんなおじいみたいな年になると、あれもやりたい、これもやりたいって意欲が薄れてくる。そうなんですね。うん。若くありたければ何かしらやりたいことを見つけてやった方がいいんですけどね。ということで、リクエスト曲もいただきましたけれども、去年皆さんのリクエスト曲を多分お答えできる回じゃないかもしれない。ちょっとごめんね。でもリクエスト曲は私が歌っちゃう、学校の合唱で歌われるやつですね。小さい秋見つけた。こんな感じでいかがでしょうか。小さい秋見つけたでした。黒島ゆりえでした。はい、続きまして。ラジオネーム、エコザイルさんからいただきました。ありがとうございます。ゆれちたまおはよう、部中エコザイルですよ。ゆれち、昨日まさかのシャキッとアイにデビューすると思わなかったさ。そう、私ですね。昨日の朝、朝ごはんを買いに食パン買おうと思って、コンビニに、出かけたんですよ。そしたら、某ラジオ番組の、ラジオカー、レポートのラジオカーのお兄さんにナンパされまして、朝からね。もうお声をかけられまして。その相手もまた私とね、同級生でまたお友達だったんですよね。そう。新人アナウンサーで今頑張ってるんですけど、な感じで、おおみたいな。そしたら街角レポートでちょうどこの近くの、人たちにこうインタビューするコーナーが2分間ぐらいあると。よかったら出ないってなって、ちょうどよかったみたいな感じで、おいよみたいな感じで、そう出ることになったんですよ。ねえ、どうでした？ねえ、この後聞いた後にね、おばあちゃんからさ、ゆりっつって、今出てたでしょっつって。そう、メールも言ってたから、シャキッと、あーいって言ってたでしょって言われて、ははははって、そうって言って、おばあちゃんがすごい喜んで電話かかってきてね、そう、朝からね、得したなーなんて思いました。おばあちゃん高校できて、よかったです。戻しまして。ラジオからいきなり黒島ゆりえですって聞こえた時はまさかやと思ったけど、リポートの場所聞いたらすぐゆりえちって分かったけどね、って。今日のテーマ、この夏やり残したことね。ズバリ、彼女ができなかったこれにつける。って多分毎年言ってるんだろうな。ゆりえちみたいな、つむかぎねえねえいたら紹介して。つむかぎは、脈普通で、性格のいいとか。早い話が心の綺麗なって感じでね。スーさん褒めないでよ。ちょっと照れる。ゆれちよろしくね。じゃあ後からや。ということで。はい。
エゴザイルさんありがとうございます。こんな感じでまだまだお待ちしております。今日のメールテーマはこの夏やり残したこと、この夏やり残したことなんですか、教えてください。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。皆さんのメールお待ちしております。では最後の夏らしく最後までね、夏ソングかけていきたいななんて思います。それでは聞いてください。ラッツスターで恵みの人。トリプル A とか聞きたいな。懐かしい懐かしいよ。10秒やで。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは沖縄タイムス総合面です。新電力県内企業が着手、太陽光10月から販売。沖縄ガスとイーレックスが
4月に立ち上げた電力の小売事業会社沖縄ガスニューパワーが10月南部地区最大規模の太陽光発電所から電力を買い取り売電事業を始めます。大手電力会社以外の事業者でも電力を幅広く販売できる電力小売の全面自由化を受けた取り組みです。県内企業による新電力サービスが初めて本格化しました。続いて琉球新報総合面です。台風10号東北縦断、47万人に避難指示勧告。大型の台風10号は30日暴風域を伴ったまま日本列島の東海上を北上し、岩手県大船渡市付近に上陸しました。強い勢力を保ちながら東北を縦断し、同日夜日本海に抜けました。気象庁によると東北の太平洋側からの上陸は1951年の統計以来初めてです。東北では局地的に猛烈な雨が降り、岩手県宮古市では1時間に 80ミリの観測がなされました。約47万人に避難指示や勧告が出されたということです。続いて沖縄タイムス地域面です。大城さん50回目絵画展、脳卒中経験者の励みに。同じ脳卒中からの回復者を励ますため、西原町身体障害者協会の大城清さんが県内各地で開催してきた絵画展が50回目を迎えました。節目の展示会は今月19日から宜野湾市赤道の特別養護老人ホーム福寿園で開かれています。大城さんは、初めは 2,3 回でも開ければと思っていた。多くの知人友人らのおかげで50回目を迎えることができ、感無量。100回開催まで強く歩んでいきたいと意気込みを語りました。最後に琉球新報地域面です。宜野湾市議と直接意見交換、議会初の報告会。宜野湾市議会は22日から25日、議会報告及び意見交換会を宜野湾市中央公民館など市内4カ所で開きました。報告会を開くのは初めてです。22日に羽衣小学校で開かれた報告会では、大城議長ら7人が参加し、議会の取り組みや基本条例を説明しました。自治会加入の支援議会としても取り組んでほしいなど意見が上がりました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。この後はみんなで元気にチュラガンジュ体操。
AKB ファンさんのアイコンが変わってる。なんで？変わってん？変わってるよ。アイコン？アイコンアイコン。アイコン？あ、アイコン、アイフォンって聞こえた。でも相変わらずチャラい感じのやつ。もっとなんかもっとかっこいい、なんかもっと私好みなやつとかにしてくれ。多分 AKB ファンさんわからないよそれ。いや誰なんか誰か好みな感じのやつ。毎週毎日毎曜日帰るとか。水曜日はゆりえ好みの。いやー。8時台のモーニングエイトもお聞きください。時刻は8時2分を回っております。 FM 機能お聞きの皆さんおはようございます。水曜日に担当黒島ゆりえが生放送でお送りしておりますモーニングエイト。この番組では皆様からのリクエストやメッセージ募集しております。今日のメールテーマは8月最後ということで、こちら、この夏やり残したこと。この夏やり残したこと何ですか、教えてください。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからも簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんのツイートをお待ちしております。この後のモーニングエイトではお天気、道路、交通情報をお伝えいたします。そして私のコーナー、今日何喋ろうかな、いくつか候補あるんですけれども、その時になったら教えます。そして皆さんからのメールお読みいたしまして、突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーとどんどん続いてまいります。どうぞ最後までお楽しみください。さあさあさあ、皆さんね、たくさんね、あのリクエスト曲をちょっといただいているんですけれども、申し訳ない、ちょっとですね、機材の関係などもありまして、今ね結構バタ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 しておりまして、今日多分リクエスト曲はお答えできないかもしれない。なので一応あの私セレクトでも勝手に曲は流してまいりますので、ご了承ください。申し訳ない、次は絶対に流せるようにしますのでね、皆さん あれ流したいこれ流したいっていうのをこうもんもんと思いながらね、ぜひ聴いていただきたいななんて思います。やっぱね、まあ、夏ソングもそうですけど、まあ、いろいろね楽しい曲流していきたいと思いますので、お楽しみください。ではここで1曲お送りします。これドラマか何かの主題歌だよね。はい、なんか曲名にもパンチがあります。聞いてください、クリープハイプ鬼。消す切れた、ライブ終了になってる。クリープハイプライブ行きたいね。うん、なんか行こう、ゆりえ。ね、なんか行きたいんだけどさ、何行こうかな。
段ボールのドラム欲しい。なんか最近さ、まだ商品化されてないのかな。その段ボールでドラムを、あるんだ。ドラムセット、そうそうあるんだよ。だから今商品化する用のクラウドファンディングぐらいやってるから続いてはこのコーナー、今日は何の日。まずは沖縄手帳から紹介していきましょう。よいしょ。さあ8月31日はどんな日になるのでしょうか。はい、8月31日は旧暦7月29日となっております。干潮、満潮が午前6時13分、満潮午前6時13分、そして午後19時3分、7時3分となっております。そして干潮午前が、0時21分、0時21分、そして午後12時41分、12時41分となっております。こちら世界空手プレミアリーグ沖縄大会開催、世界44カ国から324名参加、これが2014年の本日ということでね、空手。そしてペシャワール会に第1回沖縄平和賞、これが2002年の本日ということでございますけれども、さっきね、ちなみに沖縄手帳じゃなくて、ちょうど前の黒島のね、アプリに、私アプリにね、振り返るっていうアプリがあるんですよ。でそのアプリに、アプリどういうアプリかっていうと、その、1年前の2年前の3年前のツイートだったりとか Facebook の投稿記事とかを毎朝こうお知らせしてくれるんですよね。でその記事が出てくるんですけれども、これがさ面白いんだよな。私がねツイートしてるのがさ、ツイートでね、8月31日の2年前の今日の私はこんなこと言ってます。熱いようで薄いのが人情。はい、今の私が自戒すべきこと、ああお腹すいた。浅いようで深いのがよく、あるようでないのが反省。はい、このことですね。って意味わからん、お前何言ってんだ。お腹空いたって言ってるのは相変わらずなんですけどね。まあでもね、ちょっとなんかいろいろ私のツッコミ変なの、一人ツッコミは置いといて、熱いようで薄いのが人情って、わかる気がしません？今なんかこれ見た時に私ドキッとしちゃって。ねえ。いや、一応いい言葉じゃない？私が言っちゃうからなんかこう滑ってる感になってるのかもしんないけどさ、笑わないよ、そこ。笑わないで、ね。そう。なんかそんなのとか見てちょっとね、ああ、なるほどなって。これ面白いですよ。振り返るっていうアプリ。無料アプリなら撮ってみてください。Facebook と Twitter 連携しておけば、その、数年前の今日のあなたの記事はこちらですみたいなのが出てくるの。ちょ、 Facebook とかにもね、ほらなんか何年前のはあなたはこんなでしたみたいな出てくるけど、もうそんなんじゃでも毎日出てくるから、そう投稿してるやつ、 Twitter も含めて、あと Instagram も確か出てきたと思う。インスタもだったかな。そう、 SNS 関係で投稿したやつがこちらで全部一覧でも一元化できるから、こうなんかたまにさ思い返すと、なんかちょっと落ち込んだなとかで時とかに何気なく見た時に、なんかちょうどその時の自分がさハイテンションだったりとかさ、やたらそうするとさ、なんか笑えてこない。この時の私こんなにハイテンションだったんだみたいな。なんかこんな落ち込むこともないじゃんとか。で逆に今すっごいテンション高くって、こう後から その去年の今頃の私が少しなんかいろいろ考えてるツイートだったりしたら、あ、多分この時いろいろ煮詰まってたんだろうな、な難しく考えないでいいよ私なんてことを言ってみたりなんかしてね、なんか面白いです。そんななんかいろいろ自分のなんか感情を思い起こさせてくれたり、またね今と考えさせられたりとかっていうこともあるので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。
はい、それましたが、はい、今日は何の日戻りましょう。8月31日、今日はですね、野菜ですよ。ウォウウォウウォウということで野菜の日でございます。はい、またタマが笑ってる隣で。そしてそばの日、これは毎月らしいですね。はい、野菜の日、そばの日ということでございます。ってことは野菜そば食べたらね、今日一日のをなんか充実した感じしません？野菜も食べてそばも食べたみたいなね。今日野菜そばにしようかなとかって言いたいとこなんですけど、今日はちょっと別にね、ランチ行こうと思ってるとこあるから、私は行けないけど、みんな行って写真アップして人任せっていう。誕生日がですね、これはサロイアンさんっていう方誕生日だそうです。あと、あ、大正天皇も本日誕生日ということでございますよ。だったということでございます。こちら誕生花が白爪草、花言葉が約束。白爪草って約束って意味があるんだ。いいね。じゃあなんか、あの白爪草の輪なんかで約束の輪みたいなね。なんかね、固い固い約束みたいな、ちょっと重たいね。そう思うとちょっとね、まあ、こうやってなんか重たいとかって言ってる私がちょっと天の塾なのかもしれないけれども、そうか、白爪草は、約束という意味だそうです。誕生日の方いらっしゃいますか？誕生日の方いらっしゃいましたらおめでとうございます。以上、今日は何の日のコーナーでございました。じゃあここでまた曲に行きますか。あのね、そう、何回も言ってるんですけど、機械がねちょっと故障しているのがありまして、まあ一応全然ね本調子じゃないんだよね。あのいつも何かしらでほらボンミスしてるのに、さらにもう機械操作がね危ういっていう、このね、助けてーみたいなこの感じ、皆さんどうかお察しくださいませ。ということで、では、はい、黙りましょうか。ここで一曲お送りしたいと思います。なんて読むかな、マービンゲア、マービンゲアですかね。誰だっけその人。チャーリープース。そう、チャーリープースのマービンゲア。ゲイ、チャーリープース、マービンゲイって、マービンゲイって言ったね今、マービンゲイって言ったね、マービンゲイ、チャーリープース、そんなのあるの？超ラブラブだったらしい。超ラブラブ？あ、違うや。あ、これメーガントレーナーもだった。そうだよ。
マービンゲイって愛の営みらしい。面白い。なんかそういう感じの歌って。お送りした曲は、チャーリー・プースフューチャリングメーガン・トレーナーでマーヴィン・ゲイでした。さあここで皆さんのメール紹介していきましょう。さあこの方、ラジオネームチャラ AKB ファンさんからいただきました。ありがとうございます。ツイキャスのアイコン変わってましたね。ヘイヘイユリエモーニングエットお聞きのリスナーの皆さん、ユリチスよハチス、はぁ新東京のユリエ可愛いぜ、じゃあテーマ行くわって。なんかだんだんさ、このさ、あのリズムがつかめてきたよ。あの冒頭のね、この AKB ファンさんのつかめてきたよ。はい、今日のテーマはこの夏やり残したこと。俺ですか？俺はね、今年の夏やり残したこと、一回も冷やし中華食べてないな。冷やし中華始めなかったんですか？始めましたで、なんか夏でしょ。食べてないんだ。今日くらい冷やし中華食べようかな。あとユリーに声だな。これはね、あのね、ユリエ突っ込んでって言ってるんだけどね。ユリエに恋だなって。変になんかいろいろ考えしまったよね。AKB ファンさん、どうしたのって。どうしたのって思い込んでしまったよ。なんでやねんって。ね。はい、冷やし中華か。一応今日そばの日みたいだよ。冷やしそばと。中華じゃないからダメかな。ね、冷やし中華の気分だったって言ったまごめんね。冷やし中華ね、食べてくださいよ。ね、まだ間に合う。ていうかまだまだね、多分ね、あの沖縄暑いから、多分9月とかになってもしばらくはね売られてると思うんだけども、だけども、あ、そうかそうか、 AKB ファンさん沖縄まで来て買いに来る、食べに来るね。いいじゃない、ね、いいんじゃないって感じで、じゃあ冷やし中華食べましょう。今日私からのミッションです、与えます。冷やし中華食べてください。はい、以上でございます。で、夏の終わりね、ごめんね、リクエスト曲もいただいたんですけれども、残念ながらちょっとね、今日あの機材の調子とかもありまして、皆さんリクエストちょっと受け付けられない状況でございますので、私がアカペラでもうなんかちょっと定番化みたいなね、今日だけだよ、今日だけだよ、だからちゃんと聞いてね。夏の終わり、夏の終わり、どう？よかったでしょ。はい、森山直太朗の夏の終わり、ゆりえバージョンでした。続いてこの方、ラジオネーム、チャラいゆりえすさん。どういうこと？この夏やり残したこと、あ、ごめんなさいね、飛ばしちゃった。たまちゃん、ユリステル、モーニングエット、お気に入りのリスナーの皆さん、おはちす、たま、どんな髪型にするのかな、ユリへ。服似合ってるぜ、ということで。そう、今日ちょっと夏っていうことも、ね、夏の最後っていうのもあるから、皆さん夏らしい気持ちになってほしくてね、ツイキャスユーストをご覧の皆さん、どう？ちょっとトロピカルなお洋服にしてみました、今日。この夏やり残したこと。俺はですね、小学校以来、ラジオ体操第一かな？以上だ、ということで、何？私がここで口ずさんでまたラジオ体操第一する？タッ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 タンタラッタン、長いからやめようか。はい、ユリエ整いましたよ。ラジオ体操とかけましてフィギュアスケートと解きます。その心は、どちらもやっぱ朝だよな。あ、皆さんこれ分かりましたか？浅田真央さんの朝と、キムヨナ選手のヨナで朝だよな、ということでございます。点数なんかいらねっす、ゆりえの投げキッスよろしくっす。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。続きまして、どんどん行きましょう。ラジオネームうまごんさん、いただきました。ありがとうございます。ゆりステル、おはようございます。うまごんです。ゆりステル、8月どんなだったね。
僕はいきなり400キロの日帰り出張を2日間連続で行ったり、何それ苦手なイチジクをめっちゃ美味しいと言いながら食べなきゃいけなかった、どういうこと罰ゲームだったのかな、中学の同窓会の幹事をやったり、その同窓会で29年ぶりに実家が近い同級生と会ったり、地域での夏祭りに行って焼き鳥を買おうと並んだら僕の前で売り切れたりかわいそう、弁当を持って上司とお客様のところに行ったらお昼になり飯買いに行こうと言われ断れなかったり、その弁当は、午後3時40分に食べたり、長男の誕生日を盛大に祝えたり、予約したディナーバイキングが価格以上のクオリティに火を感じたり、沖縄出張で8月が締めくくれたりと楽しい、一月でしたよ。では先週に引き続き今週も、ライブでリスニングでは皆さん素敵な月末水曜日をということでございます。いいね、こうやってこう箇条書きにさされてるのをさ今私も読んでみるとさ、なんか何気ない日常みたいなのだったりとかも含めてなんかほっこりしました。いいですね。なんか例えばお弁当を持って上司とお客様のとこ行ったら飯買いに行こうと言われて断れなかったりってわかるよ。上司からねご飯食べに行こうとかって言われたらね断れないよね。まあ食べに行きたいというのも気持ちももちろん勝るんですけどね、そのお弁当はまた後で食べたりっていう、それもなんかこうちょこ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 ね、普通な感じなのも入ってたり、よかったんじゃないかな。私はね、だからさ夏めっちゃなんかこう夏らしいことで、それこそこのさ FM 技能のさ羽衣祭りの出張でさ浴衣を着たぐらいじゃない。ちょっと、まあ、夏らしいって言っても一応、ね、秋とかも全然ねまだ祭りはいろいろあるからさ、まあ、着れる機会はあるんだけど、どうせだったらねなんかもっとバーベキューとかもしたかった。私バーベキュー誰か私のために開催してするやってないわけ。あ、してないの。見つけた、ここにたまやろうバーベキュー。え、本当本当にやってないの。マジでやりましょう。でさ思うのよ、最近さちょっとさアウトドアグッズにさ、なんか今まで全く興味なかったんだけど、アウトドアグッズにちょっとさ最近興味を示し始めて、うん、コールドマンとか、うんうんうん、でほらコールドマンってもう凍っちゃったか。それは違うな、まあ、コールマンとか、あと何、ノーズフェイスなんとかかんとかとかあるじゃん、いろいろアウトドアグッズ可愛いね。でなんかこういっぱいバーベキューの機材とかあるじゃん、テントも座るやつも、なんかこうキーパー、ね、ドリンクキーパーみたいなのから、あとなんかこうお洋服とかも含めてさ可愛いと思って、アウトドア女子っていうのをなんか始めたいなとかってさ勝手に妄想だけはしてた。だからちょっとさターマこれは一緒にやるべきじゃないですかね。え、それでは次このああ大丈夫ですよ、再送もいただきました、ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りしましょうかね。それでは一曲お送りしていきたいと思います。さあ聞いてください、ミルフマニー。なんか来てるね、なんか来てる。何のこと、
そう、私ね、この間初めて寝袋で寝た。本当？うん、夏っぽいでしょ。いいな、寝袋。何のことかな。人違い。おお、これ面白そう。お送りした曲はファーギーでミルフマニーでした。突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは FM ギノアのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけまして、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画でございます。さあ今日はですね、イケメソさんにおかけしたいと思います。イケメソさんの朝ってどんな朝なんですかね。ちょっと気になるところ、エースオブタイムって知ってますか。そのエースオブタイムっていう、あの沖縄で活動しているあのボーカルグループがいるんですけれども、男性ボーカルグループ4人組なんですけどね、そのうちの1人の、リュウにちょっとおかけしたいと思います。では参りましょうか。さて準備整いました。それではおかけしたいと思います。レッツコーリング。おしまった。はい、もしもし。はい、もしもし、おはようございます。おはようございます。 FM ギナーの黒島ゆりえです。あ、おはようございます。これ朝今起きました感が出てるんですけど声もちょっとガラガラしてて。いや、朝はちょっとこんな感じじゃん。あ、こんな感じですよね。そうですよね。はい、大丈夫ですか。もう生放送入ってますけれども、はい、ってことはもう今のこの声の感じだとね、あの朝ごはん教えてなんだけど、まず朝ごはんこれからってことかな。そうですね、朝ごはんこれからって感じです。朝ごはんこれからって感じですか。朝ごはんって普段食べますか。はい、余裕があるときは。余裕があるときは。どんなの？結構？結構がっつり朝から食べれるタイプかもしれない。例えば？カレーだったり。カレーとか。カツ丼。カツ丼。重たい。そう、重たい系大丈夫なタイプです。そうなんだ。じゃあ、これからも、はい、これからまたがっつり食べる予定？ですか。今日は麻婆豆腐食べようかなと思ったところ。本当ガッツリですね。なんかさ、朝からさ、朝からそんななんかピリピリピリ刺激的なものまた食べるとさ、なんかお腹とかも、はい、ううってなりそうだけどね。いや、逆に起きるかも。あ、そっかそっかそっか、攻めろって。結構体あれ、なんか寝起きはこう結構時間がかかるタイプですかね。そうですね、時間かかるタイプだ。時間かかるタイプか。じゃあこれからまたゆっくり起こしていく感じですね。はい、なるほど。で、冒頭でもちょっとまあ説明というかこう紹介をしたんですけれども、はい、ね、エースオブタイムっていうね、あの4人組の、
男性ボーカルグループのねメンバーされてるということで、はい、アーティストさんとかのこの普段心がけてることみたいなのとかってこうなんか聞きたいなと思ったんですけど、何か心がけてることってありますか？そうですね、一応、うん、喉には蜂蜜がいいって聞いて、うん、言うよね。あの、はい、毎日蜂蜜は食べる？飲む？飲むだね。舐めるようにはしています。あ、蜂蜜を舐めてるんだ、いいですね。はい、でも結構な頻度でもう舐めて。あ、1日1回決まりはあるんですか、これな、回数とかにも？いやー、どうなんですかね、一応寝る前に、うん、あ、乾燥防止とかちょっとね、はい、こう巻き張ってもらう感じで、はい、そうなんだ。そう、私も蜂蜜は舐めてて、ね、いいですよね、すごいね。そう、いい感じです、毎日ね。じゃあもう奥さんと喉も整えて、はい、こうね、あの歌とかも歌っていらっしゃるということで。はい、なるほどでございます。で、まあ、あの普段こうライブ活動とかをしてるかと思うんですけれども、はい、なんかどういったところでこう活動をされているんですか、この、まあ、活動というかライブね。ああ、じゃあ県内各地ではやってはいるんですけど、うん、結構あの茶壇だったりそういった中部の方が多いかもしれない。三浜とか。ああ、三浜の観覧車の下でのカーニバルパーク。ああ、カーニバルパークとかでの、はい、うん、ストリートライブだったり、ほうほう、あとはあのライブハウスモッツさんとかでライブさせてもらうことが多いかもしれないですね。じゃあこのまたライブ情報とかっていうのもホームページとかそういったのでチェックしたらいいんですかね、はい、そうですね、エイスオブタイムって検索していただくか、うん、あの夢ミュージック、はいはい、夢ミュージックって検索していただければ、そこのアーティスト欄、はい、ところにエイスオブタイムってあるので、はい、そこを見ていただければライブ情報だったり、あの個人のツイッターだったりも載ってるので、はいはい、そこから情報はたくさん見れると思います。わかりました。じゃあ、はい、もうホームページで、エイスオブタイムか、ミュージックでチェックということですね。はい、はいはい、お願いします。私もまた遊びに行きたいと思います。実は何回かねちょっと遊びにね、はい、行ってね顔合わせたこととかあるんですよね、はい、またね、はい、近々ライブで顔合わせる日楽しみにしてます。はい、はい、ぜひぜひお待ちしてます。じゃあ、リュウタさんの、まあ、リクエスト曲もいただいたので、はい、では最後にリュウタさんに曲紹介していただいて、はい、そのまま、はい、締めたいと思います。いいですか？あ、はい、はい、それでは曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。平井大で Life is Beautiful。 ありがとうございました。ありがとうございます。CM 行こうね。なんか、うん、和歌山で立てこもり事件が起きてるんだって。大丈夫？ねえ。まだかな。もう朝6時半の時点でまだ立てこもり中だったから。今もかもしれないけど。もしもし、ありがとう。はい、じゃあ後でね。はい。おお、全然大丈夫。ありがとう。はい。はい。はい。犯人逮捕。逮捕。よかった。
や、まだかな。この間あの羽衣祭りで出てくれた人、今の電話の人、羽衣祭り、ああ、なんか寝起きちょっと違うね。なんか違うよね。あのなんかキャピキャピ感、うん、あのキャピキャピ感にはね準備が必要、ね。夕方ぐらいにならないとダメだね。つぼさん、蚊に噛まれてる。まだあるかな。なんかあれだね、ビジュアル系だね、 AKB ファンさんのアイコンね。 AKB ファンさんこういうのが好きなのかな、わかんない、どうなんだろう。いろんなイケメン模索してんじゃん。いやでもいつもなんか系統一緒な感じで、ギャルっぽい感じなんでしょ。モーリー先生のグッズを借りるといいかも。キャンプグッズあるんですか。モーリーさん持ってるのかな。モーリーさんってあのモーリーさん、うん、多分そういうキャンプ好きなのかな。ね、聞いてみよう。電話で。先にコーナー CM 行ってコーナー先にするか。CM 行こうね。 CM 終わったら残り15分くらいだ。私このさ曲さ、この夏聴いた、音楽ベスト3に入るかも。めっちゃねなんかよく聴いてたな。ウクレレの音がさ今年ちょっとマイブームだったかもしれない。であとねほら、コロナビーチね、あの コロナのやつもねやってたからね、そこでもうライブ披露してたりしてましたね。お送りした曲は平井大 Life is Beautiful でした。お知らせ？コーナー行ってお知らせするか、ちょっと逆で。
さあ続いては私のコーナー、瞑想で黒島タイムスをお届けしたいと思います。さあ何喋ろうかな、何喋ろうかなって前半もお話をしたんですけれども、ねえ何話そうかな、じゃあ引き続きあの話をしようかな。前回ですね、ほら椎名林檎がね、プロデュースしたっていうか、こう開会式のね、リオオリンピックのこの閉会式か、閉会式の時にやったのからツイッターとかを私見てたんですよ。こう椎名林檎すごいとか、こうなんか安倍総理が土管からなんとかとかっていうのをこうツイッターのこの内容を追って見てたんですよね。そしたら気になるなんか内容をちらほら見つけて、というのがちらほらいろんな人がこう1998年の宇多田ヒカルに乗ってましたね、乗ってましたねとか、1998年の宇多田ヒカルに書いてた意味が分かりましたっていう、この1998年の宇多田ヒカルっていうワードをちらほら私がそのタイムラインでも見てたその時たまたまっていうのもあったのかもしれないですけど、出てきてて、なんじゃそりゃと思うじゃないですか。そしたらまあこの実際その著者の方もそのツイッターで投稿してて、あの本のまあタイトルなんですよ、この1998年の宇多田ヒカルっていうのが。でこの宇野これまささんっていう方がまあツイッターでもこういろいろ解説をしてたんですよね。今回のこのリオオリンピックの椎名林檎がこれだけのためにもうどの仕事も蹴ってこれだけに集中してた、もう勢い、なんかこの本気度が全然違うんだよみたいなってことをこう言ってて、でユーザーとのやり取りだったりとか、この リツイートとかを見た時に本に書かれてましたねって言ってたんですよ。で気になってさ、なんだその本はと、もう私書店行ってさ、もうすぐこんなの欲しくないからすぐ買いに行ってから読んだんですよ。でそしたらまたこの本が大ヒットでめちゃくちゃ面白いの、ということで紹介したいのが今日は本になります。久しぶりだね、今日ですね宇野これまささんの1998年の宇多田ヒカルという本を紹介したいと思います。この方はですね、映画とか音楽のジャーナリストをしております。ロッキンオンジャパン、カット、ミュージカなどの編集部を経て、現在はリアルサウンド映画部で、主筆を務めています。で他にもいろいろと、まあ、本を書かれているんですけれども、これも、まあ、その彼の最近の本になります。2016年1月20日になので2016年になってすぐ発行した本なんですけれども、どんな本かと言いますと、1998年の音楽史をそのちゃんと歴史として刻まないといけないだろうという、まず提唱をなさるんですよ。なんだそらと思ったら、まあ、例えばですよ、宇多田ヒカル、椎名林檎、愛子には共通点があるんですよ。その共通点が1998年、であとくるりとかもね、ほら今冷めないとかって曲で大ヒットしてますけれども、そのくるりとかも同期らしい。でこの1998年っていうのがもう CD もものすごく売れた。でこの3人の共通点、1998年組プラス今も第一線で活躍してるアーティストっていうことで、じゃあこの1998年とはまあ何ぞやって、でこの時の、時代背景では、まあ、ちょっとだけかじってるんだけど、まあ、それぞれのこのアーティストの凄みみたいなものをこう語っているんですよね。だからぜひこう読んでいただきたい。そのうちの椎名林檎の方を私はちょっとね、飛ばし読みをして読んでみたんですけど、その椎名林檎の本の中にも確かにあったんですよ。まあタイトル自体も椎名林檎の逆襲って書かれてて、逆襲って何みたいな。で椎名林檎の曲とか、あとジャケット写真とジャケットとかも全部ね、ほら意味がすごい込められているじゃないですか。その意味が込められているものにも 曲名とかにもね、なんかこう逆襲ってつくものの歌、自分の歌もそうだし、楽曲提供にもね、こう逆襲とかっていうのがちょこちょこあったりして、でもう何が言いたいかというと、この椎名林檎が自分でこう歌を歌うっていうアーティストでもあり、で、作曲家、ね、職業的なこう作曲家でもあり、で今回こういうね、ディレクターみたいなのでもね、閉会式のあれも務めました。なんかこう経営者的なセンスがあるこの、まあ、椎名林檎
で、この思いどこから来てるのかっていうのとかをこれを見れば分かるんですよね。で、まあ、内容には2014年の椎名林檎と宇多田ヒカルの接点についてとか、宇多田ヒカルと椎名林檎って仲いいっていう話ですよね。なんか2人の LINE のやり取りとかがこう雑誌とかにも出たりとかするくらい、もう全然編集とかもされてなくて、ヤッホーみたいな。で、椎名林檎の本名がユミコっていうんだけど、ヤッホーユミチーンみたいな感じで宇多田ヒカルが言って、で、なんかヒカルちゃんみたいな感じでこう2人でやり取りして、最近はお元気とか。で、こう椎名林檎ライブとかでも、こう宇多田ヒカルが結婚したこの胸の宝だよ皆さんみたいな、どうこう聞いてくださいますかみたいなことを言って、宇多田ヒカルの歌をカバーして歌ったりとかっていうのを実際ライブで行ったり、それをもうワウワウとかあんなのとかでも中継とかになって、宇多田ヒカルがね、あの海外にね住んでるじゃないですか、そこの現地で見てありがとうみたいなやり取りがあったりとかって、2人はすごい接点があるんですよね。で、まあ、そういうやり取りの内容とかもそこには書いていますし、あとはまあ2020年東京オリンピックにこだわる理由とか、 J-POP 職人としての椎名林檎とはとか、東京事変って何だったのとかっていうことが、まあ、この椎名林檎のショーでは書かれています。で、椎名林檎以外にもそういう感じで宇多田ヒカルのことがあったりとか、あとはこう愛子のことがあったりとか、で、あとこの中に、まあ、あの一線で活躍しているとか、まあ、1998年とかにこう売れたりとかしているのと並んで、同期ではない、デビュー同期ではないんだけど、浜崎あゆみもそこに加わってます。だからこの4人のアーティストので解説って言ったらいいのかな、なんかそういうのがさ、すごい、しかも濃密に書かれているので、ぜひおすすめしたいなと。で、私が読んで思ったのは、なんかやっぱりいいものを作ろうっていうその思い一心でこう一生懸命こう頑張ってるんだなって椎名林檎のショーでは思いましたし、全体通して言っても、あのやっぱり一線でずっと活躍し続けるって難しいことじゃないですか。それをこの4人は今でも第一線で活躍してる、こんな目まぐるしい音楽業界の中で、だからそれってすごい意義のあることだなって、まあ、読んでて感じました。皆さんもぜひ読んでみてください。今日紹介したのが1998年の宇多田ヒカルでした。で、こんな感じでなんか話してたらね、あっという間にね、まあ、あと5分とかって尺になってしまってるんですけれども、引き続きもうここでちょっとお知らせもいくつかあるので、お知らせも行いたいと思います。まず1つ目、2つありますよ。まず1つ目、FM ギノアよりひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく、拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず、小児用の補助人工心臓で命をつないでいます。現在の医学で元気な姿に戻るためには心臓移植のほか道はありません。心臓移植をするためにはアメリカ渡航手術費2億9500万が必要ということです。一日でも早く心臓移植を実現するため FM ギナーに募金箱を用意しておりますので、皆さんの全員をお待ちしております。詳細はひまりちゃんを救う会、電話番号が 080-7967-0925 080-7967-0925、またはひまりちゃんを救う会ホームページをご覧ください。以上、 FM 技能よりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。もう一つがこちら、宜野湾市社会福祉協議会よりお知らせです。チャリティーボーリング開催のお知らせ。宜野湾市社会福祉協議会では福祉バス購入資金確保に向けチャリティーボーリングを実施します。期間は8月1日月曜日から10月9日日曜日の期間です。場所は宜野湾ボールレーントゥーセントラル、町のとボールの3カ所のボーリング場で行います。参加費は1500円、その中には2ゲーム代が込み、靴代は別となっております。参加方法は宜野湾ボールレーントゥーセントラル、町のとボール、または宜野湾社会福祉協議会事務局にてチャリティーボーリングへの参加の旨をお伝えの上、参加チケットをご購入ください。お問い合わせは宜野湾市社会福祉協議会、電話番号 098-892-6525 098-892-6525 です。多くの方の参加お待ちしております。以上、宜野湾市社会福祉協議会よりチャリティーボーリング開催のお知らせでした。
残り2分8月モーニング8残り2分となっております。さあ皆さんのメール、新人さんいらっしゃいですか、どうですか。ラジオネームお豆ちょうだい兄弟さんからいただきました、ありがとうございます。テーマの今年の夏やり残したことはまだ9月じゃないのでできないのですが、トロッパに参加することですな。トロッパ、あ、トロピカルビーチで開催されるなんかイベントのことですかね。で、なんか豪華なねメンバーさんね揃ってますよね、気になる私も。あと裁判所通りの曲で今日限定でタダで番組ができるみたいなので、そちらにテープを送ることくらいかな。へえ、タダで番組できるってそんなのも あるんですね。FM 技能案ではありましたかっていうことあったんですけど、多分ないんじゃないかな、うん、でも、番組をしたい方は募集してますので、もし気になる方がいましたら FM 技能案までお問い合わせください。お豆ちょうだい兄弟さんありがとうございました。そしてラストかな、ラジオネーム長野む、のむ長野とのむさんからいただきました。まだ言えない。ごめんなさい。こちら、しばらくでした。夏の思い出できましたか？今年ももう一度沖縄に行けたらいいな。じゃ、ポット魔法瓶ということでございます。そっか。いいですね。夏。私は、まあ、できたっちゃできたよ。一応、いろんなところにお出かけはしたし、8月はね、いろんな人に会えた月だったなと思う。なんか、これから、こう、いろいろやることをやるんだ、みたいな、こう、人たちの近況報告みたいなのを、やたらと、こう、行った、そんな月だったなと思う。だから、ちょっとね、来月からはまたね、新たに、私も頑張りたいな、なんて思ったんですけれども、ね、皆さん、この夏、どんな夏でしたか？で、秋もね、近づいてまいります。また秋は秋でね、こう、秋らしいテーマとかも募集したりなんかしてね、皆さんとまた楽しくトークしていきたいなぁ、なんて思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。あと、朗報、これもう言っていいと、まあ、あさっての話。言っていい？言っていい？あさってのね、モーニングエイト、復帰するそうですよ。のみあずささん。ねえ、お待たせいたしました、皆さん。ねえ、のみさん早く復帰しないかな、なんて話してた矢先だったんで、すごい嬉しいです。ねえ、子育ての話とかまた聞けたりするのかな、皆さん、お楽しみください。セブンモーニングエット、パーソナリティ、黒島ゆりえでした。それでは、良い一日を。ねえ、子供どうするの？旦那さんに預けてくるのかな？ね。